どうだ、元気か。はいや、ありましたな。ご無沙汰いたしました。いや、お前たちの来ることは前から分かっとったから、俺の方の軍隊に編入していただいた。ありがとうございます。じゃあ明日から七組が行うから、荷物の整理が終わったら一人で、はい、詳細はお前らの軍隊士田代兵装長より、はい、はい、今日のような内閣なら着艦は地面に降りると同じこと、目をつむっててもできるくらいのもんだ。ところがだろ、それが一旦ガブったら最後手がないと、何しろ高難のところに降りていくんだから、まるで荒れ間の背に飛び乗るようなもん。それが単にこうなったりだな、こうなるだけでなし、こうケツを振り寄るんじゃ、こう降りていくとこう逃げてしまう。全く息の悪い言ったじゃんまよ。まあ後足で蹴らんのがましらかじゃ。なに、二三ヶ月もすればどこへでも降りられるようにしてやる。戦争は待ったなしじゃけん、今日は都合悪か明日にせえなんて、そんな酒屋の感情を断るようなわけにはいかんからな。ご存知だろ。あんた、あんまり固くならず地上の訓練と同じ気持ちでやるよ。ええな。はい、はい、見てください。今度友達訓練が何日も何ヶ月も続き、とうとう今年になってしまいました。喜んでください。この5月、私は二等飛行兵装に進級しました。あともう2つ進級すると巡視官です。早くお母さんに士官の服を着て見せてあげたいと思います。あんまり長くなりましたら、この辺でさようなら。でしたと皆さん、大変ね、大変なご苦労だね。飛行場、だいぶ変わってきました。うん、
。はい。風は。はい。空港東北と風速13メートルであります。13か。やわらかく吹いてるな。2年祈り続けた。第三学年のある時、自分は滑然と感じるものがあった。自分は自分ではない。自分は無だ。自分のことごとくは賢くも大元帥陛下のために掲げ立てまつったものである。腹の底からはっきり悟ったのだ。これが自分と腹を作る土台になった。その信念を腹の底に伝統していてかかると、何をなすにも真面目もなす自信を持って行うことができるようになった。これは日本人なら誰でもあるべきものだ。三千年の昔から脈々として伝わった日本人の血だ。この血が大和魂だ、軍人精神だ、国民感情だ。そうだ、分かるぞ。はい、分かります。
て今日お前にこんなことを言い出したか。お前にはここでよく腹を据えてもらいたいからだ。おそらくこの休暇がお前との最後になるかもしれん。お前と会う最後にこのことはぜひ言っておきたかった。はい。我々が待ち焦がれた日が近く来る。必ず来る。